あ、係長、うん、そろそろお子さん生まれるんでしたっけ。あ、そうそうそう、7ヶ月かな。まあでもまあ2人目だから全然大丈夫。大丈夫ですか。大丈夫、余裕余裕。お父さんの育児休業取得物語。これ、妊婦体験のジャケット借りてきたんだ。あ、すごいじゃん。ねえ、今から着てみない。今から、もう勘弁してよ、後でね。じゃあまた後でお願いね。ママ、ねえママ、ママ起きて。あ、ルナ。ママ？うわ、お腹が重い。もうやっと起きたか。ママもうお腹空いてるから早くご飯作ってよ。うわ、俺がいる？ママが俺？俺がママ？ちょっと待ってね、今やるから。よいしょ。うわ、散らかってんな。あ、俺だ。パパ、今日仕事休みだよね。片付け手伝ってくれない？毎日仕事で疲れてるんだからさ、休みの日ぐらいゆっくりさせてくれよ。うわ、ムカつく。お前お客様かよ、自分でやれよ。あ、はあ、たた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 ただからさ、何回も取り、後でやるって言ったじゃん。じゃあ後っていつなのよ。今遊んでるからね。遊んだ後じゃダメなの。後うるさいな。いつもそうやって何もしないじゃない。後でって。ママ、それ変わるよ。どうしたの急に。ほらほら、見てつけてみたんだ。これお揃いじゃん。でもこれいつもだってこんな重いし動きにくいしさ、大変だったじゃん。そうだよ。あ、ごめん、変わる。パパ、うん、ありがとうね。うん、私は家庭第一をモットーに仕事をしていますが、育児休業は本当にいい経験でした。あ、男性の育児休業か。優秀だ、ピタピタ大作戦だ。ラスト、さ、終了。少しお時間よろしいでしょうか。はい、育児休業いただきたくてお願いします。仕事ならみんなで協力すれば大丈夫だから、育児しっかりやってこいよ。はい、ありがとうございます。
この度育児介護休業法が改正され、育児休業に関する研修の実施など、育児休業を取得しやすい雇用環境の整備や、妊娠・出産の申し出をした労働者への制度等の周知や、育児休業の取得意向の確認が事業主の義務となります。令和4年10月からは、この出生後8週間以内に4週間まで取得できる新たな産後パパ育休の利用や、育児休業を分割して2回まで取得できるようになります。県では、男性従業員が育児休業等を取得し復職した場合、取得期間に応じて奨励金を支給します。詳しくは県ホームページをご覧ください。